いやー、大変だった。これを。まあ、家中に、部屋中に、まあ、見えてんのか。皆さん、こんにちは。患者さんへの椿です。さあ、今日はですね、これです。そうだね。はい、西松屋からですね、プラネタリウムを買ってまいりました。やったはい、さあ、行きましょうか。かんつばきチャンネル。ー。始まるよ。はい。なになになに、もう外してってんの？これをです。これ全部で。クラフトキットなんだって。クラフトキット、紙なのかな。紙だって、これ。やばいやばい、ガンガン開けてってる。ストップストップ、ちょっとちっちゃいわ。なくなったら困るな、これ。ごめん。あ、これ何？待ってよ。なんか電気つけるモード、大重要だ、これは。で、入ってるものを読み上げますよ。抜かないで、抜かないで。で、つくえたかを出ます。つくえた教えてくれるので、まずはこの形を作っていきます。はいはいはい。なんかモーターだね。あ、なんかやばいね。全部を作り立てたと。え、あ、そういうちゃんとしたモーターも入ってるんだね。これが完成。ちなみに、あの料金は1000円、200円？何個言うの？やばい、あった？大丈夫だ。確か1200円したね。はい。これで作ります。はい、じゃあ頑張って作っていきましょう。で、必要なものが、必要なもの。はい、まあ、ちょっとこっち。で、さあ、これを組み立てていきましょうか。汗かいてる。おお、おって。何？こうで、数字が書いてるから、2、2、4、2、3、入れるとね。5、ちょっと違くねえか？これ見たら、この、ああ、ごめん、これが見る方が間違ってた。1、2、あなたちゃんと作ってさい。何遊んでんの？1、2、3、4、5、6くなってしてるの。なんか、つけてる、チョロキもやりたい、こっちからの。で、どこ？どこなの？あ、ここか。せーの。はいはい、頑張って。大きいねんかな。そうそう、しろしろになってるから。しろしろになってるね。ただそれ下がする。あ、それ待ってるね。こうなのか。え、違うって。あ、そうっぽいね。そうっぽいか。え、これや。え、これ1、これは1、2、3、4、5、6だ。1、2、3、4、5、抜けるの。ちょっと、はい、じゃあまず組み立てられました。いまいちなんかね、綺麗に挟まんないなって感じでしたね。入りました。はい、じゃあ次が、はい、2番、で、4の土台が完成した。ここまで来ました。で、次に本体を組み立てる1を準備します。どうですか、座って。ちょっといいでしょうか。こうこうこう。はい、次のどこまで行きましょうか。なんかちぎれてますけど大丈夫でしょうか、これ。何これ。何かちぎれてますけど。全然椿は飽きてどうにもならない。なに、鼻水出てんのか。誰が。椿。めちゃめちゃなことしたからね。さあ、どうなるこれね。西松屋で1200円でこれでまぶかったよ。でもね、これ残り1個だったんだよね。あ、でもここがなんかよくわかんない。3がない。どこにあるんだろう、3。大人気だって。調べてみましょうか。椿がひどい。はい。さあ、まず箱状のものができました。これ買ってしまう。まだまだまだ、待って待って待って、待って待てはい、筒状のものを今度は中に入れていくと。これ電球ここにつけて、うんうん、で、これを中に入れて、はいはいはい。あ、よくわかんねえな。で、縁を合わせる。で、これさ、接着剤、これなんかさ、つけるってこと？接着剤で。何も書いてないんだけど、絵はさ、豆電球がソケットに控えてるでしょ。ここのことつけてるんだけど、言葉では何もないんだよね。で、さっきの作った箱に、ここに、それを入れると。はいはい、はい、あ、ただこっちの準備ができたらダメだよね。はい、飽きてひどい椿くん。プラネタリウムって何か知ってますか？光るや
光るやつね。見たことある。うん。あんの？あるよ。あのか。そこから出るの？だから。あの花火のやつも光るやつがいた。いやいや星ね。あ出た出た。貫通するみたい。はい貫通した。はい。貫通します。うん、これが今一番難しかったね。5センチぐらい。ここ5センチぐらいなって。これがいいかな、したら。うんうん、OK だった。これ違うでしょ、うん、で、セロンテープを巻きつけて固定しておいた方がいいよって書いてある。このギザギザとこのギザ、はい、セロテープはないので、自前です。まあでもこれ見ても楽しくないよね。さあ次にじゃあ写すところまで飛ばしましょうか、うん、セロテープでぐるぐる巻きにしました。赤と赤、赤と赤、うん、黒と青です。同じ色じゃなかったんだね。そうそう、色もだね。何パパかね。え、黒と青って言ったっしょ。パパは色もだよね。そうか。だってこれとか緑って言わないし、黄色とかだね。いや緑、いや薄緑じゃん今回。でもまあどっちかっていうとすぐ言われたら白って答えるかな。あでもね鮮明に結構見えてる。椿、パパが歌教えてあげるか。うん、あこれいい歌教えた。ペガサスファンタジーそうさ夢だけは。うん、先生や。先生だ。よしだぞ。羽ばたけ、今こそって。もう見てないからね。今こそ。雨が降って。雨雨降れ降れ。あ、違う。雨のココナさん歌ったでしょ。どうなの。今もし雨が。電車ね。違うとか言ってるじゃん。山あるじゃん。ペガサスファンタジーだ。寒い。山に。冷たい。セロテープで固定しました。はい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 。スイッチオンにしてオンオフがあるっぽいよ。どこにあるの。豆電球つく。オンにしようかな。オンにして豆電球がどうかをつくか確認してくれ。つきません。はい、ちゃんとつきました。よかった。はい、さあ次行きましょう。キッチンのね。次はこれと。はい、まず他を蓋を閉めて。ここパッと開くんだけど。蓋を閉めたら今度はさっき作ったやつ。うん、さっき作ったそれ。ほら。うん、それに。ああ、うん、なるほど、うん、こっち向き、こっち向き、これ入るってこと？うん、こう、そう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 、あ、それだってやつそうでいいの？これどこい、そうしていいのじゃん。おお、あ、穴開けたら終わりだぞって。あ？終わりなのぞ。ごめんね。ごめんねじゃなくてさ。ごめんね。ごめんね。もう作れなくなるのさ。ごめんね。あ、できたよ。こんな感じ？ごめんね。前っぽいよ。ごめんね。おお、そうそう。ああ、ぐるぐる回るのね。回るじゃない。わかんないけど、なんかすごい回るっぽいよ。こうできたりとか。うん、はい、これこうなっていいんじゃないの、はいはいはい、正解じゃない、はい、ちょっと待っていてただけ。あ、え、大丈夫これ壊れてない。うん、でちなみに今これ丸にしてるんですけど、これまあ作る人いたら本当にまあ先にねこの丸にしといた方がいいですよ。しかもこれ赤ちゃん若干ずれてんだけど、これ許されないよ。まあね、そのずれがいい味出すかもしれないぞ。はい、めんどくさいんでセロテープでくっつけました。で次ははい、これをね、はい、蓋をするんですね。またこれのりですね。いやですね、それはいいじゃない。
まずここにも、まずここにも。あ、わかりました。あ、わかりました。はい。入りますね。あ、場所は、あ、そうだね。まあいいや。センターなんとか線があるからそこ合わせて、パレって書いて。ちょっと、そいつは使うよ。ちょっと待って。それ一個一個塗っていくのか。そういうことだよね。うん、あ、めんどくさいね。蓋を閉めて。蓋を閉めるよ。なんかつけてる。さっきもうやめていいかい。やだ。パパ飽きてきたな。はい、それです。イエーイ。あ、待って、センター線があるから。ダメよ。合わせて合わせて。イエーイじゃないんだもん。うん、なんかそれっぽいのができてきたような気も。しないでもない。なんかこれ絶対合わなくない。丸が楕円形っぽくなっちゃってるからなかなか合いづらい、合いづらいっていうのもあるね。難しいね、これ合わせるの。はい、ちょっと。うん？センター線？センター線合わせて、こうやって貼るよりもこれ逆さまにして、こうやって貼った方が貼りやすい。ああ、下にペタ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 くっつけてるところね。そうそう。うん。どうだ、ちょっとやりやすい。ちょっと大変だわ。届くのために頑張りますね。なんかやっぱり道具だけじゃ厳しいじゃないアロンアルファでやるのが一番楽か。いや、アロンアルファは紙は無理だよ。そうなの。うん、多分ティッシュ挟めればいけるぞ。いいって、そこまでしたら今度置くでしょ、これ。だからね、対応のクラフト、クラフト。あ、でもいいじゃない。心配だったら、あれだかしらテーブル届いたら、セロテープ、セロテープ、書いてないけど大活躍だな。まあ、あのね、声援だなって感じだね。あー、出た。セロテープも入れといてくれればいいのね。こんなに使えない。よし。一応ね、これ今西松屋で1,200円だったんだけどさ、アマゾンなら1,000円だったわ。これをパパッとしていいの、はい、ね。いいんだね。うん、何も。でそれまた、また貼っつけんじゃないこれ。貼ってるんだね。これ熱いのさ。もっと貼りづらいよね。この夏休みの自由研究でいいじゃん、みんな。夏休みの自由研究ってね、1,000円とかかけてやるもんなの。かけんじゃないの。俺らの時はね、夏休みの時であの木の家作ってくるやつがめちゃくちゃいたんだよね。あ、きっとあるからでしょ。 あんなのもっとするじゃん、2,000〜3,000円するじゃん。あ、そうなの、うん、今ジョイフルとかに売ってんじゃん、キットが。あれ2,000〜3,000円するからね。高いよね、そう考えたら。いや、俺はね、あの小学校の時とか2年生とかさ、うん、腹筋の回数のグラフ表とか。私も何トビン何回食べたからよ、毎日。ねえ、押してよ。あと家帰ってもらって。うん、そうだよ、ね。でもさ、うちの弟はさ、裁縫得意でさ、やれ、触らないで。裁縫用とか。だから切れ代とかいろいろかかるでしょ。うん、ああ、そうか。じゃあもうこれ1,000円だったら、まあいい方っちゃいい方、うん、いいんじゃない。1,000円かけて。あ、ほら、もっときつかない、やっぱり。なんかこの、わっつい。やばい、これ。こんだけ指で押さえてなきゃいけないの。じゃあみんなで押さえるか。ここにとりあえず何これを作って、今これ差し込めば OK？ ね、星や、その前に星の印刷に合わせて、画鋲で穴を開けまーす。これなんか、これ全部穴開けるの？じゃないの？小さい星は画鋲用の先端を使って小さな穴を、大きい星は画鋲用の根元まで使って大きな穴を開けてくださいって感じ。あら、絶対ね、それすると思ったの。いや、今ね、喋ろうと思ったんだけどね、絶対にこれは一番最初に穴開けた方がいい。何よりも先に穴開けた方がいい。うん、いや、これね、丸になって空洞にしないと、なんていうの、さ、刺す行為ができないっていう考え方でしょ。だったら別にあの画用紙でもさ、3枚か4枚、あの 5枚ぐらいでもいいけどさ、重ねてズボ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 ってやっていった方がめっちゃ早い。もしくは下になんか引くか。
こんなね、こう今作業、これ一個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 開けてってですけど、こんなバカじゃねえかって話よ。ちょっとブチ切れ。はい、どうぞ。完成。何だっけ。じゃあ、おただの親バカだ。さあ、これはちょっと消して作って、あの、つけてみましょうか。うん、さあ、出来上がりました。さあ、お願いします。え？あ、こっち側も全部だ。あ、わかりづら。でもでもやりたい。いやいや、やってやって。ああいう感じで光ってるんですよね。で、これが。ママでぶつかって。全部だ、全部。置いて。これどうしようか。ちょっと一回。あの、まあ一つ言いますけど、これはね、まずあの広いヘラでやんなきゃダメなのかな、うん、うちみたいなこのちっちゃいのがあったら全くわかんない、これ、あ、見えねえかな。ちょっと止まって、ゆっくり、うん、いや、ゆっくり。さっきゆっくり回してる。ね、わかんない。使ってんだよ。全然わかんない。はい、評価。5段階評価中。一番いいのが5。いや、お前さ、ちょっと、お前、1年過ぎんの早すぎだべや。本当に。椿の女になってんねん、ほら、これ椿。すごいね。うん、あのね、これ今もうこれ見てもらえれば分かるんですけど、これ全部画鋲で一個一個開けたんですよ。これ絶対に先に開けた方がいい。ママもひどいからね、これ。椿が光ってる。ピカピカ。音楽かけて。ででんて。今の言ってることでそれができるのかって話したよ。はい、まあいいや、椿このまま終わろうか。はい、グッドボタンを押してください。チャンネル登録をしてください。次の動画を見てください。バイバーイ。バイバーイ。いや、見えない。ただの光ってる人だ、俺。はい、もう絶対作んねえ、これ。バイバーイ。